ちょっとあれですね、イミシンになぜかコスカルベしか映ってないですね。え、なぜかコスカルベしか映ってないですね。映ってない、映ってないですね。映ってないですよ。シュー、待って待って、シュー、早めここにミッチーくんあったらね、絶対近づいてこいよ。タッチー、気合入ってますね。ちょっと待って、先ほど喉が入ったんだって。何のために仕事しとると思ったの。もうちょっとケンジさんとケンタロウ君ぐらいしか映せる人が。そういうことか。ケンタロウ君来るんですか。翔君来るで。あ、翔君来ます。入ってるんですか。おです。おれ、おお、危ない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 。アウトアウト。リュウジ君は首から上しか映るんです。じゃあ今日も楽しく遊んで、明日も一生懸命仕事しようぜ。うつへんやろこれ。頑張ります。うまいこと。どうやって頑張るこれ。肉なんだよ、ずっとここに溜まっちゃう。早く早くみんなも席戻って。あー、ビールこれ毎回持たんな。ビール欲しいと。ビールビール手挙げろ、手挙げろ、ビール欲しい。ビール欲しいと手挙げて。お疲れ様です。手挙げて、手挙げて。お疲れです。お疲れ様です。あ、撮影なんですかこれ。撮影ですね。ナイス。その道の職人の人です。嘘だ。もうだって見てみ、頭が職人だね。職人っすよ。28万ですよ。たこ焼きってめちゃくちゃうまそうっすね。たこ焼きだろ。頭見てたこ焼きとか言ったぞ。はい、編集長ひっくり返してみるやつだろ。青のりかけて。青のりかけて。頭冷えのってちょっと正月かつお節もかけないといけないです。なくなれるぞ。はい美味しい。これ美味しいですね。誰が帰っちゃうんですか。何が今日。トゥートゥー、トゥーが、はい、最後だね。はい、お疲れ様です。ミッチー君の真似弟子、ミッチー君はそう出たから。あ、そうなんですか。そう。怪奇フロアみたいな。怪奇フロアの真ん中みたいな。楽しかったですか、日本は。また戻ってくるんですか。来年来るでしょ。また来るんですか。多分来年に来る。嘘つけよ。いや、コンテンツよ。俺電話かかってきて、いやもうミッチー君いないもんで、僕来ないですって。早く戻ってきてくださいって。なあ、苦笑い。苦笑い。お金渡してるもんね。お金渡してる。うまいの。なぜならもうみんなにこれで終わるから、はい、来年は俺のとこ来いよって。そういうことですか。はい、戻ってくるな。はい、わかりました。満足そうです。今日は楽しんでよ。はい、はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。あれやって、もういいよ、これでしたら、さっきやるよ。これやって、これ、これ。ほら、師匠。うわ、芋だよ。芋もくそ。何してんだよ。怖い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 
ファイヤーは入ってないですか？ファイヤーは入ってないですか？入ってないですね。あ、よかったっす。入ってないです。でも背中にドラえもん入ってます。かっこいいっすね。言わんといてくださいね。わかりました。ケンタロウ、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 あれみたい、忘年会動画みたい。まあ確かにそうですね。最後の忘年会なんかね、旅行とかもそうだけどさ、結局じゃあ何ってやっぱチームワークだよ。はい、だってなんでその俺らってさ、3人1組とか2人1組で仕事してるわけじゃん、はいはい、1人で仕事ができんわけじゃん、はい、だからそのチームワークを深めてさ、どんどん仕事楽しくしていくにはやっぱね、言葉通じ合ってさ、はい、話して、いろいろね、楽しくしてかんと。そうですね。毎日の仕事が楽しくなくなったら終わりだよな。はい、そうっす。それこそベトナム人が飛ぶ原因なんじゃない？多分な。あ、そういうことですか。そうそう、飛ぶのは。今までずっとなかったのよ。はいはいはい。そうそう。で、まあ、最近も忙しくてさ、忙しかったりとか暇だったりとか、コロナの時期もあってさ。はい。だもんね、こういう機会はやっぱ、ね、たくさん増やしていかなかな。いいこと言いますね。これで、はい。また見てね。俺の心の方がもっと熱い。俺で切れたら火傷しちまうぜ。気持ち悪いやめて。ありがとう。あ、自分も親が。あ、そういうことか。だからお金も持てる。もし仕事お金。じゃあ関係ないよ。邪魔するな。すいません。あ、お願いします。はいよいよ。はい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 。はい、ちゃんと見てよ。はい、ベトナム人です。そうです。はい。カメラ慣れ。慣れすごいすごいですね。なんかでも寂しいわ本当。なんかあります思い出みたいな一番の。いや本当最初こいつできんかったの。はい。あ、そうなんですか。正直もうみんなバチバチにやってたりしてさ。はい。急激に成長したから。あ、そうなんですか。だこいつ、俺、はい、ミッチーくん、はい、トゥーは同じタイプ。ああ。やったリュウジくん、はいはい、頭脳派みたいな。だけど俺らガチガチに動くからさ。はい。あ、そうなんですか。だから逆に可愛いし。あ、もうずっと見てきたわけですね、もう。あ、ちょっと俺すごい、自分で考えるから。すごいっすね。違う会社の公園行くの。はい。ベトナム人だけどさ、正直言ったらもうすごいもん。あ、マジっすか。めっちゃ関係の。はい。で、よく言われるのは乗り換え道場のベトナム人はすごいって言われる。はいはいはい。なんだよ、どうやって教えてるんですか。どうやって教えてるっていうの、はい、なんだそれは答えれんけど、ま、雰囲気じゃないですかね。でもこういうのめちゃくちゃ仲いいっすもんね。だからもう、まあ、1ヶ月に行ったらみんなで飲むもんね。あ、飲んでるんですか。へぇ、はい、もう今はそのコーラとかなくなったけど、ね、これが久々ね、はい、あ、だからチームワークがいいんだよね。だこいつらにも言いたいことを言わせるし、はい、俺らも言いたいことを、はい、同じ人間だから差別は絶対したくないから、はい、そうベトナム人だからいかんっていうのも絶対俺らはないし、はい、今日めっちゃ俺喋らん。めちゃくちゃ喋ります。喋るよ。はい、俺の今日トゥーターもいっぱいだー、やっぱ食べたらな。お父さん、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 トゥーター現場に行ったら。何それ。酔っ払ってますね、もう。
いやいいっすね。俺らは昔からおったから、こいつらこいつのことも全部知っとるし、性格もね。はい。じゃあ今でも行ってくるでね。何がですか？行ってくるよね。俺こうこれこうこうこうした方がいいんじゃないですか。へえー、そうなんですか。足場組んでる時も、はい、こっちの場合もない。そう、何でもこういう組み方してるので、いや僕はこうこうこうだもんで、ちゃんと言ってくれ。わ、すごいですね。一番できる。おゴール後だよ。あ、そうなんですか。成績で言うと、はい、あ、だからみんなの意見を代表してこいつも言ってくれるから、はい、まあ、だからベトナムのリーダーみたいな感じ。そういう感じなんですか。そうそう、へえ。いや、あいつがこうこう言ってましたみたいな。はい。うわい！すごい。いいですね。なんかもうすごい。じゃあ抜けるのは結構寂しいし痛いみたいな感じなんですか。痛い。めちゃくちゃ痛い。だから段取りどうしようかなと思うし。はい。ここだって同いです。あ、そうなんですか。俺ら3人同い。へえ。そうなんですか。あれ。こいつはまあ幼稚園みたいな感じで。ピーマンアレルギーです。ピーマン。こいつがおったから俺らも成長できたのもあるし、ああ普通がおらんかったら足場の人間でホントだって俺らだけの時があったから崩壊はしてたと思う。どういうことですか。リュウジ君もだからリュウジ君はシーリングの、ああはいはいはい、職長なんとその時があったから、その時と、いい話しとるんですけどそんな人の感じやろ。いやその時からずっとついてきてる、はい、あ、そうなんですか。メガネドックメガネドックメガネドックはもうベトナムで社長やってる。あ、そうなんですか。知っとるよ、 YouTube で見た。事業に成功したらいつは。すごいっすね。カラダもいいんじゃない。数もにワンワン大丈夫飯に集中したの。お疲れ様です。飯に集中したの。こいつら全部食われる。やばいっすね。僕も食わないっすね。やばい、食わない全部食われる。ウルハ結婚する相手おんの。いないだ。ちょっと 俺と婚約し。全力ダッシュ全力ダッシュや全力丸々始めるよって感じやん全力ダッシュ始めるよ。ミッチーはキモい、ミッチーはキモい、ミッチーはキモいみたいな感じだ。やっぱり僕喋ります。まだもういいです。まだ喋ります。ありがとうございます。まだいいっすか。ちょっと泣きそうになってました懐かしいですね、このメンバーでね、こんなバーベキューやるとは。本当にもらわりと急遽決まったんですよね。そう、割と急遽決まって、で、たまたまトシ君が、はい、インサイドの人なんで。ああ、そうなんですか。そうそう、で、トゥヨが、はい、もう最後の仕事ってのしょったもんで、あれもそんな時期で来年だと思ったよ、俺、ずっと。ああ、はいはい。そうそう、で、もうあいつは、まあ、あいつね、俺ずっと大好きだから、ずっと連れてったからさ。ああ、毎日ね。毎日連れてて、まあこんなこと言っていいのかいかんか分からない。ぶん殴ってな。で毎日キャバクラ一緒に行ったりとか。え、ガチぶん殴ってたんですか。そうそう。で毎日ずっと一緒なんだよ。毎日一緒なんだよ。だから本当に夜中の1時とかに起こして、はい、好きや食べに行くぞとか。キャバクラ行くぞとか。夜中の3時とか4時に、はい、今は好きや食いに行くぞ。いや辛いや辛い。毎日そんなことやってね。で、3年が終わって帰ってきたとき、俺マジ泣いたもんね。ガチ泣きしとったよね、俺ね。うわぁ。で、まあ戻ってきて、で、ちょうど俺がその時ベトナム行ってたんだよね。はい。その、面接しに行っとったんだけど、その時に、まあ、チューたちも、その、ミッチー君、いや、僕は接待しますんで、向こう行って全部タクシーとかさ、飯とかも全部だよ。うわ。あいつが全部出してくれて。はい。ありがとう。で、こっち帰ってきて。はい。で、そっからずっと仕事しとったけど、まあ、俺もパンってね、まあ、カイコっていうなっちゃってね、普通に。寺道、カイコみたいな感じになっちゃって。で、まあ、今に至るみたいな。だから、俺は大好きだから。来れてよかったっすね、今日。そう、来れてよかった。で、トシ君がインサイドしとって、で、いや、今週の土曜日ちょっと、パーティーしようぜって、そのトゥのためにって言ったら、いや、バーベキューやるよって言ってたもんで、はい、あ、じゃあ行く。あ、へぇ。だから全然一番できなかったみたいな。それで一番できんかったからこそ、じゃあミッチー連れてってよってなったから。あ、そういうことなんですね。まあ、俺が連れてたらポンポンするやん。大体ポンポンする。そうそう、まあ使っていいか使っちゃうかいかんか分からんけど。愛情っすね。そうそう、だってあれだよ、1号はゴック1号がゴックへ、おい、はい、して質問入ってこい。
バレてる、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 手、手は手どこにいる、手どこにいる、手はどこにいる、あ、カメラムちゃんと見てよ、おい、やらせ感満載やん、バイバーイ、バイバーイ、キュー、はい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 、俺に酒挑んだろ、なんでなんでベルブルになるよ、やばいよ、だいたいベルブルに酔っ払って寝るっすか、キャバクラ一緒に行っても、あキャバクラ一緒にそれ使っていいから、ダメなんすか、いや分からんけど、なんかその親睦会だろ、親睦会、親睦会、え、キャバクラ行ってたらもう恐怖じゃん、はい、でもみんなおっぱいバカ上げたのにさ、はい、で、で女の子が間につけとったのに、はい、すいませんすいませんって、はい、女の子だけで俺の隣に道行くってこいつでキャバクラ行った時キャバクラ行った時ずーっと俺の横にべったりついてそれも女の子にねひどいだって2は、はい、横の音でも女の子ずーっとこう見ることはないやめないやめない他の男の子たちは他のベジャラの子たちはかわいいかわいいずーっと言ってるでしょ多分2ぐらいじゃないか私もう一緒かっこいい私は彼女がいてもずっとこうやって見てるけど今日いやでも今日でも行ったら僕なんでヘルメットを取るやんケイさんはいカツラかぶってくださいちょっと眩しいですヘルメットを外して眩しいです乾杯ヘルメット面白い来年来年まあ俺はもう絶対来んだろいや南俺南にはそうだな南にはああ南にはでも一緒には仕事できるかもしれないなあだって汚い世界だ来年は MT ポギョに来いよ汚い世界いや何も言ってない何も言ってない何も言ってない多分拾ってなかったっすね拾ってない拾ってない、はい、ああでまあそれ来年までいいなあ、終わりました給料3500円うやーいいやーいやーもらえすぎいやーじゃもらえすぎもらえすぎっすもらえすぎもらえすぎっすよあ、出ますかだって3500円あったらベトナムでまあまあいけるよだって南だったらいくらもらえるんですか南だったらいくらもらえるんですか多分2000円ぐらいだろあ、もうやめた方がいいよやめた方がいいよやめた方がいいいいんじゃないっすよグリーンだよいやいや、これなんだよハハ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 ショートもいいですかファイヤーしてないっすよこれ僕サンダースもうダメっすねこれがやっぱゆといってやつですはいゆといくいくってやつそんなに変わらんすよな何歳なんすか変わるっす僕30なんであ30なんすか30ファイヤー25ファイヤーそういうなんかあるんですか5個はもうサンダーって言っとる時点でもダメっすよねもうゆとりサンダーダメっすねサンダーダメ甘えてますねサンダーもウォーターもダメっすねファイッ怒られた話めちゃくちゃ好きだえ怒られた話なんか出禁かなんかなったんですよね出禁にはなってないっすね怒られたんでしたっけうるせえって言われてクレームっすかあ、クレームかクレームはそんなしょっちゅうっすよクレーム上等っすねうるさいからっすかうるさいでもそんなね、それで事故起きたら、はい、責任取ってくれるのかってなるじゃないですか確かにか、そうですね声かけって大事なんですよ、僕らの仕事はいはい、はい、物もらう時とかねまあそうですね、はい、ファイエファイエいいねいいね何が何が酔っ払ってます酔っ払ってない全然酔っ払ってないまだレベル1っすね全然、あの、ベロベロでもなければテヘペロって感じっす酔ってますねペロペロってあ、酔ってますねなんかこれマザコンは一番いかんでねでも何歳に言ってるんですかおいマザコンはマザコンはいかんぞマザコンは一番いいんだねかくかくれおいかわいいかわいいバイバイ足場を立てよ
トン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 。お疲れ様です。バイ。おお。やばそう。太陽拳っすよ。それしか使えんから。いやもう太陽拳ここには負けるっすからね。 LED には負けます。いやいや待て待て、はい、LED には負けます。大木田さん三角つく。僕は真剣にっすよ。やっぱ次世代その今これに勝てるの多分ルーペぐらいっすよ。太陽に太陽車のヘッドライト流行りっていうのはこうやって一周こうやって回るっていうじゃないですか。だからそろそろリーゼントとかもあの角刈りとかパンチマンも流行る。いやいやいや、もうできないから。で、はい、毛がないから。あ、太陽拳。これめちゃめちゃ叩かれるやつ。目上のやつに対してこいつが日本だって。一切この届けよ。一切なんとも思ってない。いや違う、検査じゃなくて視聴者に叩かれる。なんで目上のやつにそんなこと言えるんだみたいな。お前終わっとんな。いやいや、みんな仲がいいんだろ。そういうことですよ。そういうことよ。結局はそういうことですよ。そんなもうさ、ごちょ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 うるせえなって。でも分からないもんね、だろ視聴者さんも。それが僕らこいつめっちゃ仲いいんだ、こいつで。あー気持ちいいよー。あーいいよ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 松本いい。一切面白くないから、そんなの絶対笑ったらね。もう絶対笑ったからよ、松本いいよなんか絶対笑ったから。下ネタは、下ネタで笑い取ったら悲しい。あーなんか言ってましたね、それは。下ネタで笑い取ったら悲しい。白米って言った、お前白米って言った今白米って言った。白米取った。白米って言った。はい、白米に言った。一言もういい、もういいよ。あれだなばい。いやーええ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 この動画を見てやっぱ塗り替え道場がみんな仲いいって思えたよね。そうですね。応援も仲いいし、仲いいっすね本当に。珍しいっすよね。そうそう、なんか応援とかでこれなんか派閥みたいなのあるんで、やっぱそう、あそうなんですか。いや本当違う会社ったらある。マジである。分けられるんだ、はいはい、できない組とできる組。あそうなんですか。そうですよね。いじめとかも多いっすよね。本当にある。いじめなんだ。あれ全然あります。いじめっていうかなんかやっとけみたいな。差別ありますよね、やっぱ。そうなんだ。ファイヤー。あ、ケンタ君。え、ケンタ君。ケンタ君、ファイヤー。どういうやつだ、これ。締め？締めですね。そうだね。締めてます。痛い。もうみんな、とりあえずほっといて、はい。いい感じにみんな出来上がったからね。そうですね。逆にさ、翔くんとか、翔くんカンタから見てさ、トゥーが帰っちゃうことはどんな感じなの、気持ち的に。いやもうさっきも言ったけど、デラ寂しいよ。寂しいんだ。寂しいし、仕事が不安。やっぱそうだよね。実習生でもやっぱ当てにしとんだよね。一人の戦力として使えるってことだ。そう。日本人と一緒だから、あいつは。あいつは倍はね。寂しいよね。もうでももうやるしかないもんね、あいつがいなくなっても。そうですね。いや、やれるよ。やれるんだけど、偉いじゃん。偉いけど、やるしかないもん。そう、もうほんと残業覚悟だからね、俺らはね。はい。ちょっと寂しい。辛い。そこだよね。で、ジャンプ漫画みたいになってます。残業とかじゃないんだね、寂しいんだもんね。すごい辛い。いろいろあったけど。そうね。危ない。泣きそうだもん。はい、でも今日も楽しかっただろうね、きっと。楽しい。全然楽しいと思う。最後にね。確かに捕まっとるけどね。
そう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 、最後ね、うちも捕まっとったけど逃げてきた。ほんと話してなきゃいけない。ホールド、ホールドですね。ですよね。応援が言うんだから、ね、間違いないですね。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。これから、ありがとうございました。日本グルメがいろいろ勉強になりました。はい、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございます。またね、来年の多分2、3ヶ月から来るね。本当に来るの？まあそれはもう言わんほうがいいね。言わんほうがいいんじゃない？言っちゃったら、言ったら、言ったら、2、3ヶ月に来るんだな。が本当に、すごいよ、急に来るからパンパンパンね。パンパンパン。ジャッジはね、ほんとにマジで。ほんとにね、ほんとに、次が来るときに、誰も仕事できないから、ずっと聞く自分にから、パンパンに、日本人とか目覚め関係ないと思えば、パンと飲むときな。ちゃんと見てね、ちゃんと見てね。流れたらいいんじゃない？日本どうだった？日本は5年目、ご自身で、ほんとに寂しいもあるし。みんな寂しいよ、本当に。本当に寂しい。本当に僕はもう寂しいです。寂しいわな。俺全然寂しくないよ。チクンさん。全員追い出されるよ。一番狭いです。いや、先輩だよね。先輩だよね。どうもありがとうございました。いやいや、ありがとうございます。ちょっと話長いな。もうバッテリーがない。もう少し。ありがとうな。はい、じゃあありがとうございました。はい、じゃあ最後締めます。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。あー、もうすごい、また見てね。また見てね。また見てね。トゥー大好きだぞ。いやー、最後良かったっすね。これもらったやつじゃないの？多分、ポールのシャツと。